外務省が公開した極秘公伝では1991年3月湾岸戦争後の自衛隊の総海定派遣をめぐり当時の村田中米大使が決断のタイミングは今からでも決して遅くはないと主張し海部総理に対して派遣を強く求めていたことが分かりました当時日本は多国籍軍への財政支援のみ実施しアメリカなどから批判を受けていて村田大使は総海艇派遣は 評価を挽回する絶好の機会と訴えています海部内閣はその後調整を加速し91年4月に総改定をペルシャ湾に派遣することを決定しましたニュースディグ